足湯があります。足湯無料です。いいね。どうやって入るのこれ。普通にはちゃんとまくって、そうちゃんと靴下脱いで、ね、あったかいこれじゃいかない。あったかいよね。あったかいいいね、あれが息なんですよ本当、目の前だ ね出口から出るタイミングだよね。それ出るタイミングを逃しちゃうよね。一回入っちゃうとね、こたつみたいなもんだねこれは。もうそうだね、出たくなくなるっていう、ね。今回のお宿はこちら湯沢グランドホテルですね。駅出て足湯がある方の出口出て何分？1分かかんないよね。1分かかんないね。もう目の前だよね、ほとんど。こっちぐーっと向けると、右端のあのところが足湯のところなので、あそこも正面が駅です。着きました。ここですね。ロープウェイに乗って上まで行きましょう。スキー場とかレストラン、温泉もあるんだ。ね。へえ。行ってみよう。本日は湯沢公園スキー場にお越しいただきまして誠にありがとうございます。観覧車すごい。到着しました。寒いな。目くるね。くるね。よいしょ。あ、見やすいね。いいね。見やすい。真っ白ね。すごい綺麗。いや、この雪はすごいよ。うん、これすごいね。うん、なんかふわふわだね。ね。うん、すごい綺麗です。センス恋人の聖地。恋人聖地、そうだよ。鐘がね、2個あるね。2個ある。そう、2人で鳴らしたい、ね、2人で一緒に鳴らす感じかな、うんうん、いや奥さんと来なさいよ。あなたいるんだから。ね、奥さんと今度来てさ、ね、一緒にこう、うん、子供も連れてくればいいじゃん。あ、いいね。いいじゃん。俺をそんな目で見ないで。なんか哀れむような目で見ないで。やめて。大丈夫？やめて。大丈夫。俺も頑張る。頑張るから。うん。ロープウェイを降りて正面にレストランがあります。アルピナというレストランですね。イタリアンのお店です。ちょっとご飯を食べていきたいと思います。ご飯食べてきたね、はい、非常に美味しかったね。美味しかった。うん、ピザチーズなんつうのすごく味が濃かった ね、うん、濃かったし、リンゴも甘くて美味しかった ね、意外とその甘いのってどうなんだろうと思う人いるかもしれないですけど、意外と合うんだよね、うん、甘いのもね。パスタね、あとパスタも美味しかったね。バジルのすごい美味しかった、うん、自分のあの、トマトのやつもすごい美味しかった、ね、うん、ぜひあのロープウェイ乗って、ね、駅降りたらすぐなので行ってみてください。じゃあまたロープウェイに乗って降りましょうか。はい、行きましょう。美味しい。美味しいよね、うん。苦労でもあれでしょ、うん、一回入って、飯食って入るでしょ。もちろん。そうだね。もちろん、だって4回ぐらい入るよ。うん。何言ってんの。4回。4回ぐらい入るでしょ。浴衣のまま外出してもいいんだ。へぇ、風邪ひくぜ。風邪 100% 引くぜ。じゃあ勝負しよう、勝負。勝負ですよ。何見たことあるでしょう。へい、この酸っぱいぶどうにご用心。お互い引かなかったらドローね。ドローね。じゃあ恥ずかしい話。恥ずかしい話。あ、いいね。恥ずかしい話。そうするか。うん、恥ずかしい思いした話。ドロー。うん、第一週はグッジャケンポン。あ、怖いなこれ。真ん中。真ん中いっちゃうの？うん、真ん中でいいです。え？これもらうよ。うっす。うっす。いきます。やるじゃん。これか。うん、どんぐらい酸っぱいんだね。食べる？俺はいいよ。じゃあ俺食べる。じゃあ俺食べる。いや、どうぞどうぞ。
そんなに言うならしょうがない。いいよ。おっと。みんな酸っぱかったっけこれ。なんだ、勝負つかなかったね。つかなかったね。なんかあるかな他に。あ、いいのがあった。ほら、酸っぱいレモンにご用心。無事ね、これ。いいでしょう。じゃあ今度は何味から選んでいく？真ん中を残しましょう。じゃあ行きましょうか。じゃあ、いきます。あれ？全然大丈夫です。大丈夫？うん、大丈夫。はい、いいでしょう。恥ずかしい話。まあ、バレンタインデーにちなんだお話。小学5年生かなのちょっとバレンタインデーの日に、うん、ある男友達の家に遊びに行ったの。その子の家にで自分だけ呼ばれて一緒に遊んでて、遊んでる途中にピンポンって誰か来たの。誰か来たっぽいよ、ちょっと行ってくるねになって、まあ自分もなんか親がいなかったのかな、その子の親も。で自分もそのじゃついてくって言って誰か来たのにドドドドドって降りて見に行ったら、当時自分が好きだった女の子がチョコ届けてきてたっていう、うん、現場を見てしまったって。現場はね、その後ちょっと気まずい感じになったよね。、うん、あれはつらかったね。恥ずかしいっていうか、なんだろう、気まずいというか、うん、小学生なりにいたたまれない気持ちになった。恥ずかしいような。あっつっ、あっつっ、あっ丸丸さん、あっつっ、あっそういうこと、あっ、うんみたいな。若若さん、あっ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 、おっさんじゃねえか。あんまり恥ずかしい経験ってなんだろうな。恥ずかしいと思ってないからでしょ。そうそうそう。あんまり思わない。そのことあることにそれを、そうそうそう、特に気にしてないんだ。気にしない、うん、大事大事。最近運動サボってるらしいからね、ちょっと体見てちょっとまずいでねえのみたいなね。正直まずいよ。まずいの。うん。あ、ちょっとふにょふにょしてる。ふにょふにょでしょ。あとで筋トレやろうか一緒に、せっかくだからね。おぉ、ね、やれたらやろうか。いやいや、やるからね、強制だから。ブートキャンプだから。ブートキャンプなの。ブートキャンプやんないと。ビリー隊長来てる、呼ぶから電話一本で来るから。ヘリキリできて、こうロープでこうバーン蹴って、こうバーンってファッって蹴るから、やってるやってるやってるって言われて、やり始めるね。隊員がドアから入ってきて、この辺のもの全部どけて始まっちゃうの。毎日みんなやるよって言って、いけないでしょ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 。その際にブートキャンプだから。バキバキにね、バキバキにしないって奥さんびっくりするから。俺はびっくりするよ。どうしたのって。正直な話、喜ぶでしょ。喜ぶ喜ぶ。もう驚くより、うん、かっこよくなってさ、帰ってきた。マッチョ好きだもんね。あ、そうなんだ、うん、じゃあ筋肉君とか好きなんだね。筋肉君はちょっとタイプかどうかわかんないけど。違う、ちょっと違うかな。最近してないんだよね。やっぱりほら、子供も生まれてくるとさ、自分だけの体じゃ今の時点でもないけど、奥さんいるからさ、よりさ、そうなってくるじゃん。子供も生まれたら奥さんと子供さんがいるわけじゃん。たらもう自分だけの体じゃないから、やっぱりこうでやらないと、ことあるごとにボンチョビかけてやらないと。こうやったらこうパーンって裂けて、こう服がパーンって、でやらないと、それぐらいもうあちきれんばかりの、呼ばれたらこう、なんですかって言ったらパーンって、なんでしょうって言ったらパーンってなるぐらい、替えのワイシャツいっぱい持ってっとかないとまずいぐらい。まずいね。かっこいいじゃん、そんな。どうしましたって言って、すでにこう、上乱状態。どうしました。爽やかに言えば許される感じ。何でも許されるから。まあでも今日は坂道登ったしな。ビリー大将呼ぶぞ。呼ぶぞ。電話一本で今バーン来るぞ。ふざけたこと言ってたやつがやろうがよ。鍛え直してください。ちょっと先輩、隊長っつって。ちょっと坂登っただけで運動とか言ってる人いますけども、つって。いや、いいっすね。いい傾斜だったよな。うん、うん、そのあれだよ、理由をとうとうと述べなさいよ、ビリー大将に言われるから。どこが運動だったんだって聞かれるから、ちゃんと
論理立てて順序立ててビリー隊長納得するように説明する間もなくこれだからこれがそれそんな間を与えずにいいから言われたんですか予想始めるぞって始めるよあ、もしもし、あの浴衣のですねあの特大サイズをちょっと持ってきていただきたいんですけどもはい、あ、1枚で大丈夫ですはい、よろしくお願いいたしますはいフィワールですはいあ、はい、あ、すみません、ありがとうございますすごい可愛い人だった嘘うんでよ、中島ってそこはさいや、声聞いて、うん、あれって思ったんだよ、俺、うん、いや、うん、失敗したこれ、奥さん見たらどういう気持ちになるんだろう、ね、知らねえぞ俺、一切感じねえからねちょっとまあ、内緒だよね両面にはね、これ、うん、こんな動画上がってないと、うん、マッサージもあるんだ、マッサージマッサージ行くわ行っちゃう行っちゃうかいいよ、終わった後ラーメン行こうはえ、何時までやってるラーメン屋12時、うん、部屋までね、出前してくれるマジで、うん、はかどるなおおいいねいいじゃないですか特大サイズでいきました特大になっちゃったねちょっとお風呂に行ってきます